まあもう全然あれだな、そういう気持ちない、もう全然考えなかった。まあ子供の頃ね、あの親によくなんつうか病院の先生とかね、ロイヤーとかやなれてほしいってもうずっと勉強ばっかりしてたんだけど、でもその暇の時間はやっぱりずっとモンゴルのその、あのレスリングと柔道やってたんですけど、ね、まず、あ。I was working on the film Ocean's 13. They wanted to get some really top-notch sumo wrestlers. And Byamba was one of them, and he decided after the film he wanted to stay here. And since then, we've continued to work with him for the last going on 6 years. まあ、そうですね。やっぱり、まあ、アメリカに最初来るって気持ちも、あの、考えも全然なかったんだけどね。でやっぱりその映画の関係で来て、でその後からもたくさんのコマーシャルとかいろんなことやってね、でまあそれがまあアメリカにね、まあ俺に将来にね、まあまだ違った夢ができたんじゃないかなって。まあそうですね、やっぱね、みんなのイメージはやっぱりみんな食べてるばっかりでね、どんだけ大変なのかって、ここではみんな遊びでやってるけど、でやっぱり結構大変なもの、ね、だから やっぱりね、あの戦争みたいにね。だからまあ普通今人はみんな見てなんかな、なんか大きい人二人を病院に押してばっかりいた、それを考えたけど、やっぱりそのどのぐらい大変なもんなんだし、どのぐらい面白いものか、まあ知ってほしいですね、みんなね、来たのね。